藤本貞義、藤本貞義、藤本貞義、1904年12月20日から1981年2月18日は愛媛県松山市生まれのプロ野球監督、東京巨人軍初代監督。松山商業、早稲田大学では、投手として活躍、1925年秋の復活総計戦で勝利投手となる。 鋭いカーブを操り、カーブの藤本と言われた。卒業後、東京鉄道局野球部、現、JR 東日本の監督。1935年、第1回アメリカ遠征から帰国した、東京巨人軍との巡業試合で2勝を挙げる。この時の巡業で、巨人は36勝3敗であり、その3敗のうちに敗を喫させた手腕を見込まれ、巨人監督に昇平される。 1936年6月16日に第2回アメリカ遠征から帰国したチームに合流。この年から始まった公式戦に臨んだが、直後の夏季大会で2勝5敗と惨敗。こうした経緯から、巨人の球団士は藤本を初代監督とくらい、置けている。アメリカ遠征のおごりがあったチームを鍛え直すために、兵役の終わった三原治を助監督兼任選手として復帰させ、 群馬県立林市の文福球場で猛練習を行った。周期大会は順当に勝利を重ね、巨人を公式戦第1回優勝球団に導いた。在任7年間の9シーズンで7度の優勝という第1次黄金期を築き、1942年シーズン終了をもって辞任。なお、当時藤本は巨人の運営会社株式会社第2本。 東京野球クラブの取締役も兼任しており、取締役についても辞意を表明していたが、球団は監督辞表のみ受理した。その後藤本は、朝日軍オーナーの田村小間次郎から、田村が経営する田村区の秘書という役職に迎えられ、空襲で家を失った。戦争末期には、東京の田村区別邸に身を寄せていた。田村が藤本を呼んだのは、将来、 朝日軍の監督にする意向があったためであった。田村の意向を受ける形で1946年にパシフィックの監督として球会復帰。また、選手の待遇改善のために日本野球選手会を発足させ、初代会長に就任した。太陽ロビンスに球団名変更した1947年、限りで監督辞任、退団。 1948年から1956年まで金星スターズの監督。1957年から1959年の阪急ブレーブス監督。1960年阪神のヘッド剣投手コーチ。1961年途中から阪神監督に就任。1962年には打倒巨人を掲げて巨人 OB の青田登をヘッドコーチに招へし。 1962年と1964年にリーグ優勝。1966年、杉下茂投手コーチに監督を譲り総監督となるが同年8月に復帰。1968年優待。監督としての実動期間29年は歴代最長。及び正式登録上の監督としての在籍球団数5、球団は三原治。 石州一と並ぶ最多体記録。1968年における一、軍監督在任は、プロ選手としての経験がない一軍監督が、在任した最後の例となっている。戦前は、モリンジの猛練習からスパルタ監督のイメージが強かったが、戦後は、イオの古が抜きの異名を取るほど知略を全面に出していた。また、選手の人心掌悪に優れた監督だった。 1937年のリーグ戦では、同一球団の2連戦には初戦に、沢村栄治、2戦目に、ビクトル・スタルヒンか、前川八郎を立てる、先発投手には事前に登板日を予告するなど、現在の先発ローテーションつながる考えを持ち、1957年から1959年の阪急監督時代に日本プロ野球で初めて先発ローテーションを、 本格的に導入。当時同級団のエースであった、米田哲也と、梶本隆夫一定の当番間隔で起用。当時一般的であったエースの連続起用を指して、30勝投手を出すのは監督の恥と批判した。阪神でもローテーションを守った投手起用を心がけ、1962年は、小山正明、村山実両投手、1964年は、 ジーンバッキーの活躍で優勝した。小山、村山を軸に、ペナントレースの焦点となる巨人戦から逆算するなど、先々の試合まで、先発投手を決めておたため、巻紙ローテーションと呼ばれた。ただし先発、中継ぎ、抑えといった、投手分業性は嫌っており、先発関東型の投手像を追求。1962年には小山が26関東。 村山が23関東、1964年にはバッキーが24関東している。藤本は東京鉄道局勤務時代、統計係として国鉄各駅の乗降人員を集計整理する業務を担当したことがあり、この経験がローテーション性の確立に役立ったとも言われている。自身が当主だったこともあり、若手当主を可愛がった。肩を痛め、 巨人から礼遇されていた沢村を親身に世話し、ロシア系ということもあり、チームメイトからいじめられることもあったスタ品を常にかばった。阪神時代は江夏豊か。宿舎の部屋に江夏を呼んでお茶を飲みながら、よくスタルヒンと沢村の話をしたという。後に1979年に広島で江夏が初めて優勝を経験した際にも杖をついて現れ、 よかったなぁとボロボロ泣きながら祝福した。1970年から放置新聞評論家。1974年に野球伝道入り。同年から1979年まで3テレビの野球解説者を務めた、主に阪急戦の解説を担当。1981年2月18日死去。最初の妻は戦争中の1945年に、 失い、その後間もなく田村小間次郎の世話で、田村の登園の女性と再婚している。1936年の職業野球年度、優勝決定戦となった、東京巨人軍 VS 大阪タイガース、須崎球場第三戦の模様を観客が8ミリカメラで、撮影していた映像が2010年代になって、発見され、藤本が巨人軍の攻撃の時に一塁ベースコーチに立って、 攻撃の指揮を取る姿が確認された。江夏豊は自身の著書で阪神監督時代の藤本の立場を示すエピソードとして一下のように記している。江夏が若手の頃オールスターゲームに出場した時、川上哲二セリーグ監督の指示により当番数が多かったオールスターで三連投。当時の江夏自身はそれに満足していた。しかし、 オールスター明けの阪神巨人戦の試合前において、藤本は川上を阪神ベンチに呼び出し、おやきら。うちの豊か、江夏のことを乱暴に使い上がって、この馬鹿野郎。と、ものすごい剣幕で叱った。上記のように当主の国使を嫌っていた藤本だが、かつての教え子とはいえ、ライバル球団の監督を叱るという意外な出来事に、対して、すでに名監督として評されていた川上は、 直立不動で藤本の話を聞いていた。入団間もない頃だった江夏は藤本に非常に可愛がられていた。野球人として裁判年に差し掛かっていたその頃の藤本は孫のような年齢の江夏の目には高校野のような存在に映っていて、藤本は江夏に野球界の昔話をのんびり聞かせるのが大好きだったという。その藤本がこの時、 昔の鬼監督時代に突然戻って、川上を怒鳴りつけ、天下の監督の川上がなすすべなく立ち尽くしていたその光景に、江夏は心底衝撃を受けたと言っている。巨人で7回の優勝を果たした戦前は1リーグ時代であったため、リーグ優勝を果たし日本シリーズに出場したのは、阪神時代の1962年、64年のみで、いずれも敗退している。 通算戦勝以上の監督で日本シリーズ優勝の経験がないのは藤本の他に西本幸夫、ベッドを薫るリーグ優勝すらないの2名のみである。1946年にパシフィックの監督に就任した際、戦前に他球団に所属していた選手を入団させたことで没収試合を経験することとなった。1946年からプロ野球は復活したが、 戦後の混乱の中で選手契約についても議論が割れていた。具体的にはプロ野球が一時休止になった時点でいずれかのチームに所属していた選手はそのチームに礼べきであるという意見と戦後新しくスタートを切るのであるから戦前の所属チームにこだわる必要はないという意見である。藤本は戦争が終わって日本も一から出直すのだから 職業野球も一から出直す。よって、選手も自由に球団を選ぶべきだと後者の考えを持っており、1944年11月に、プロ野球が中止されて球団が返した時に、選手のその後の手当を何もせずに一方的に解雇。下にもかかわらず選手の保有権を主張する球団の対応に、藤本は不満を持っていた、戦前巨人に所属していたスタルヒンと白石勝美。 そして戦前阪神に所属していた藤井サムを巨人阪神両球団の許可なくパシフィックに入団させた。これに対して日本野球連盟は調査の必要もありまたいろんな意見を聞いて慎重に決定する必要がある。それまでは対象になる選手の出場を一時見合わせるようにという全球団に対して通告を出ていた。しかし上記の理由から 連盟の調査は長引き、ファンからも3選手の出場を望む声が上がったことで、5月20日のセネタース戦、5月23日のグレートリング戦、5月24日の阪急戦、5月26日のグレートリング戦、いずれも阪急西宮球場の合計4試合に、白石と藤野二選手を連盟の許可なく出場させる。これを知った巨人と阪神は、 日本野球連盟に提訴した。これに対し藤本は前日の球団の対応への不満に加え、やはり戦前に巨人の選手であった青田昇と前川が阪球と契約し、白石や藤井と同様に試合に出場していたにも、かかわらず、不問に付されている上に、その阪球の球団代表が藤本を批判していたことを引き合いに出して反論した。その後10月4日に、 日本野球連盟は、戦前の所属球団から給与を受けていなかったため、3選手へのパシフィック遺跡は了承するが、白石と藤井が出場した5月の4試合は、パシフィックの選手である定めが出る前とみなし、没収試合とするという裁定を下した。また同時に、藤本は10月10日から10月18日までの出場停止処分と制裁金200円を命じられた。 パシフィックにとっては、没収試合を宣告された4試合のうち3試合は負けていたため、没収試合による影響は少なかったが、5月26日のグレートリング戦は7から4で勝利していたため、没収試合で勝敗が入れ替わった。なお、その4試合後に、スタルヒン、藤井、白石が出場した試合については、パシフィックの選手である最低が出た後とみなされたため、没収試合とならなかった。 そしてこの没収試合は、巨人の戦後初年度優勝を逃す一因にもなった。この年は、クレートリングが65勝38敗に分け、勝率631、巨人が64勝39敗に分け、勝率621であり、最低がなければ、プレイオフという結果になっていただけに、巨人にとっては、 間接的に優勝争いのライバルに一生を献上する形となってしまった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。